さ、四面なんだけど、ソフトクリーム？しかも曲もなんかちょっと違うよね。ソフトクリームなんだけど、これ。巨大なソフトクリーム。これ食らうのか？食らう判定あんの？おー！いた！あー、ペラペラになる。あ、チリ。あ、待って、滑る。おー、おー、おー。滑るんだ。滑る譜面だ。気つけないと落ちるよ。で、落ちてくるから、落ちてくるから、おー、ぶら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 。落ちてくるからね。あ、いたー！滑る譜面とスケートしてる楽しそうなカービィ。そして落ちてくるソフトクリーム。ソフトクリーム食らうんだ。で、向こうか。なんかありそうだな。IC キューブとか。なんだー、IC キューブじゃなかった。じゃあ行こっか。うん。坂。でもこの滑るステージってなんか新鮮だな。カービィでの氷面ってなんか新鮮。ね。某ね、赤いヒゲと青いヒゲだったらね、青いヒゲじゃねえ。青いヒゲって誰だ？引っかかっちまったわ。いや、楽しいなーって滑ってたら追ってったわ。なんかさ、落ちるミス多ない？いつぞやだったかな？いつだったかな？なんかさ、自分さ、カービィって落ちにくいシステムじゃないですか。何回も飛べるからって。だから落ちて死ぬことってそうそうないんですよって言っとったさ、あの時返してほしいもん。まあ、よう落ちるわよ。勢いそのままに行きまくっとるでやろ。ここも落ちるよ。落ちるやろ。ほら。もう、だから落ちるミスが多いのよ。そういう初心者なミスが多いのよね、自分って。あ！でてんてれんてれんてんてれ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 。うわぁ、無敵だ！無敵には、ちゃんと見てね。無敵でも落ちんのは勝てやんよ。うわぁ、気持ちいい！IC キューブあるよ。よし。IC キューブも取ったし。いや、落ちる仕掛け多いな。ちょっと気つけないとな。いや、気はつけてるよ、いつも。いつも気はつけてんのよ。気づいたらね、落ちてんのよ。え、何か？いた？あ、ワドゥーディいたのか。入り組んでるステージだね、今度は。だから、見えない敵ちょっと気つけないとダメだね。ほんとだ。パラソルワドゥーディが落ちてきてる。で、パラソルワドルディに気をつけて。いいね、でもなんかさ、一つのステージにこの前ホイールで爆走してたステージもあるじゃないですか。だから、一つのなんかコピー能力になんか特化してるというのもなんか変だけど。なにこれ？隠し部屋。こっちは？あ、いた！一つのコピー能力を、重点的にやるっていう。え？このなんか謎解き感あるのが嫌だな。お、危なーい！危ねー！で、これで、IC キューブがこっち来るね。危ねえ危ねえ、うまいこといけたわ、我ながら。再び戻ってくるわけだね。IC キューブも取ったし、こっちに行こう。ソードナイト。おい。で、こっち移って、扉があるね。よし。
お、まし、来たねー。よいしょ、吸い込んでー。アイス。おー君もかい。ロボまでスケート気分かい。ロボまでス、ねえ、おー、持つ。お、やった。持てる。これをどこに持ってくんだ？とははは。これか。うん。あ、アイスクリームみたいなやった。おめでとう。やった、ありがとう。1アップもらった。ありがとう。なんかよくわからないやつだけど、ありがとう。君もだね。じゃあ、持って。え？なんか溶けてない？え、溶けてる、溶けてる、溶けてる。急いで、急いで。あ！復活してた。よかったー。じゃあ、急いで持って行って、またアイスにして、で、置くんだね。よし。あ、ワンアップくれるんだ。うわ、やった、ありがとう。ここに2機失った。もう、帰ってきたね。1機か。はめる。回す。お！間欠泉？ん？間欠泉。あ、凍らせるとか？あ、凍らせられる。間欠泉を。で、これで上に乗れるんだ。じゃあ、これもまた持って、アイスにして、どこに持ってくんだ？またバーナーある。ゴールド！ゴールド！で、爆発しちゃわないように、ここでまた冷やして、うわぁ！熱い！熱い！あ、アイスがないと進めない。アイスがないとあれを凍らせることができない。よし！あった！まだあったんか。よかった。あ、よかった。ここにもあった。じゃ、これをこうして、持つにして、で、ここに乗せると。おい。では、1キューブだね。まあ、そんな気がした。どっかで絶対そうだろうなとは思った。ありがとう。名も知らないアイスの妖精、ありがとう。ほい！ポン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 ！よいしょー！オッケー！テレ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 ンテレテテ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 ！お！ごめんは、もういきなり海なんだけど。しかも一面海って感じだね。一面が海だから、操作性は、かなり悪いだろうな。まあ、海の面っていうのはね、落ちることはね、全くないんですよ。海の面っていうのは、操作性がね、悪くなるだけで、落ちて死ぬってことは、そうそうないっすね。はい。もう先に言っときますね。ほらね。操作性が悪いっていうだけだから。あくまで。そうか、全面海か。オクタンオーシャンって名前だもんな。サメなんだよな。機械化してるんだけど、サメ。サメがすげえ機械化してる。危ない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 。どっちだ？うわー！巡回してるー。めちゃくちゃ巡回してるー。サメが巡回してるよ、機械化したサメが。で、こっち映るーの、シュッシュッシュッシュ。あのサメには勝てないだろうなぁ。おー、怖。機械化したサメさんには勝てないと思うから、巡回しないとちゃんと。危ない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 。で？いった！あー！サメに当たると飛ばされちゃうのか。あの扉何？扉行くと先に進んじゃいそうだから、ちょっとこっち行きたいな。こっちになんかありそう。IC キューブを探すんであれば、こっちに何かあってもおかしくはない。危ない。
どっちだろう。あっちにも扉あったし。あ、でももう戻れねえ。マジか。じゃあこっち行くしかないってことか。IC キューブあった気がすんな、あそこには。あ、水上がってきた。ん？中ボス？シミラ。中ボスの前にシミラ置いとくとは。ハンマーがないと無理だね、でもこれは。これはハンマーで杭を押すやつだよね、基本的には。ん？来た！ボンカース！ハンマーって言ったらこの方か、やっぱり。ちょっとボンカースも機械化してる。体がよく見たら。ミラーはね、この攻撃あるから強いよ。ミラーはね、ミラーは番、ね、汎用性が高いんですよ。はい、終わりー。で、能力捨てて、ハンマーもらって、ハンマーを、ここで杭で撃つと。ワンナップもらえた。それだけじゃないな。IC キューブあるな、さては。宝箱！違う！ IC キューブじゃない。何、先の面にしかないってことか。水中でハンマーを振ることになった。よし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 。サメに気をつけて。サメに当たると一発 KO なんだね。向こうに飛ばされて。サメさんには勝てないと。あ、杭打てる。あっちに行きたい。あっちに IC キューブある。どうすりゃいいんだ？これで後ろの面行けるかな？これで、下に行って、とにかく。とにかく下にさっき、いけるところがあったから。で、これで IC キューブか。よし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 。二つ目だよな。やっぱ一つ目見逃してたよ、やっぱり。やっぱあの一つ目は見逃してたか。じゃ、ぐるぐるぐるっと。なんか落ちてる！急げ！なんかあるぞ。あのバッテリー。バッテリー落としたらいかん。多分。バッテリーを先に行かなあかん感じや。急いで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 、ほらバッテリー埋めるとこもある。急げ。よし、持った。でバッテリー差し込んで、やっぱりか、やっぱ IC キューブあったか。こういう難しいギミックは大体 IC キューブあるんだね。相場が決まってるわ。はい、ほい、ほい、ほい。余裕ですよ、もう。もはや余裕になってきましたよ。てれてれれれってでん、てれれれれれって、ぜれててん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 ててててててて。さあ。IC キューブ6つあったんだね、ここに必要なのは。結構集めたけど。そう、見逃しも多かったな。でも。6。ボスへの道が解除された。ボスか、いよいよ。じゃあ行きましょう、ボス。さあ、ここのボスは一体誰なのか。オクタンオーシャン。え？海で戦うの？地形的に不利じゃない？カービィで海で戦うってのは。ああ、大丈夫やった。地上か？どっちだろう。コピー能力も選択するんだろうけど。なんだろう、サーカス！初めて見たサーカスって何？ボス。この星の人々は、娯楽を愛し、常に楽しさを求めている。そんな人々を魅了する、エンターメイト性のある、ショーのようなコピー能力である。バック転。あ、バック転？あー、なるほどね。ほんとだ！バック転で取っちゃった。バック転。日の輪くぐり。じゃあ、サーカスでやってみるか、せっかくだし。せっかくだしね。サーカスでやってみようか。なるほどね。オッケー。じゃあ行こう。じゃあボスを見せてくれ。その姿を。え？あれ？あ、初めてある。初めてさ、セリフだ。
こんなところにまで原住民が来るなんて。ああ、申し遅れました。私、ハルトマンワークスカンパニーの社長秘書を務めております。スージーと申します。スージーだ!スージーっていう名前自体は知ってるけど、初めての、以後面白きを、え?初めての会話イベントじゃないの?ご覧くださいませ。この豊富な水に綺麗な空気を。この星には莫大な資源が眠っているのです。カービィどうでもいい顔してんな。あなた方原住民はその値打ちさえわからずに。というわけでして、あなた方は我々の機械化侵略プロジェクトにとって邪魔な存在と判断されました。お、カービィキリッ。ここまでご足労いただき大変恐れ入りますが、速やかに、駆除されてくださいませ!え?何か来んの?うわーい!え?これもしかしてスージー?あ!え?スージーなんだ!うわー、スージーだ!ボスがスージーなんだ!あ、なるほどね。この間は無敵なのか。あ、これね、しゃがむ。そうだね。しゃがむで合ってる。いて!しゃがむで合ってる、一応、一部の回避方法は。くそ、食らう!いよいよ来たか、お前。痛い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 。コピーが。てか、強いぞ、こいつ。ちょっと待って、強いぞ、こいつ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。やばい、HP がやばい。数字に攻撃ができない。これ、ダッシュで避ける。で、最後だけガード。走る。走って、待って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 。星を当てるしかないな。しゃがむ。ガード。よし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 。んで、隙ある。落ち着け。落ち着くんだ俺。この勝負勝てる。スージーで相手は。よし!本気モードか。回復ドリンク使いたいなってか。何使うの?何すんの?今から。あ、3D になった。追尾してくる。あ、これ使えるな。よし。3D 面での対決か。追尾ミサイル。吸い込める。これは。危ない。何していくんの?あれ。あそこから。回って。なるほどね。急旋回ってことか。焦らず焦らず。ん?くそ!いけないか。はい !OK! まだやるか。え?なに?なにあの輪。危ない!あ、そういうことね。了解了解、把握したわ。お前が何をしてくるのか。衝撃波出してくるから、こっから、穴を陸をして、あ、いた!くそ!やばい!でも油断してらんね。はい !OK! ほとんどすっぴんになるとは。
数字そのものは無傷ってわけか。あ、てれでれでれってでん、てれでれでれんって、てれでれでれってでん、てて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 。数字、ライバル的なキャラとして立ち塞がるってわけか。さあ、三つ目を壊し。いや、なんか黒幕っぽいのが出てきたな。お前だったのか。さあ、四面、ギガントグラウンドか。うわー。数字にちょっと出会えただけでちょっと感動だわ。